またあのキネマ旬報賞を取りたいですね。はい。<laughs> キネマ旬報言ってしまったな。いやこれ言わなあかんな。<laughs> 和田さん表情硬いんでぜひ笑顔でお願いします。はい。まあ小野さんから学んだことはすごくいっぱいあるんですけど、でも <laughs> うんあすごいなって思ったのはあの。 泣く涼子さんの初めてケイに自分の思いを出すっていう時に始まる直前まで小野さんすごいいっぱい喋られててすごい笑顔で「あって笑われてて「で用意」用意でグワって来てスタートで「ぶわ」って号泣されるんですよね。でわすごいと思って私は、うん、すっごく 気持ちを自分の中で考えて考えて考えてってしないと撮影ができないことがあるのであすごいなと思ってその切り替えのすごさっていうのは今まで出会ったことがない女優さんだなと思ってかっこいいなってすごくシンプルに思いました小野さんご自身が新人の頃ってどんな感じだったかって。 無口で本当にコミュニケーション嫌いでこういうとこ立つとすぐ泣いてえっ、ー、とうまいことも言えず変えるそういう人間ですいやずうずしくなりますからねだだんだん年々こう いろんな場所に連れていってもらっていろんな人に出会えて知り合いがどんどん増えていく中でどんどんこうずうずうしくなってきてですねこうなるんです <laughs> いつかねっていうことそして片山さんはフランスのカンヌのレッドカーペットを歩くのが夢ということで <laughs> すごい大きい声で言われたら恥ずかしいんですけど。<laughs> 見てたよ 具体的に目指している女優さんとかいらっしゃいますか。いや、そう具体的というよりか、もう本当に、あの調子乗らずに。勘違いせずに、いけたらなと思ってます <laughs> <laughs>。ここは小野さんって言わなくて大丈夫ですか。<laughs> いや、それは、あのおこがましいんですよね。あの。うん。なんろう小野さんに。憧れてますって。で。 簡単には言,え言っちゃいけない人だなって撮影している時にすごく思ったので,言,わないです言えないですねはいそれをお聞きになって小野さんいかがですかいやもう黙っててほしいです <laughs> <laughs> ああいうショーとか見るとね羨ましいですやっぱり外国まで行って賞をいただけたりとかねやっぱりあそうやって認めてもらえることが自分にとっても うん、いつかそんなことがあればいいなとは思いますけど、うん、まあ、日々精進、日々勉強、頑張ります。どうでしょう、お隣の片山さんは感度とおっしゃってますが、小野さんはアカデミーとか、<laughs> 私、えー、いや、またあの、きねま淳法賞を取りたいですね。はい、分かりました、ありがとうございました。他 どなたかご質問したい方とかいらっしゃいますか大丈夫ですかありがとうございました <laughs> キネマジュンポ言ってしまったない<や>これ言わなあかんなす <laughs> こもうか悩んだんですけれども